ねは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 お昼、今時間は10時25分、ご飯食べて、風呂が12時からなんで、飯食って、そしてちょっと休んだ後、風呂入って、移動をかけたいと思います。3時だろ ?4、5、6、7、8、9、10、11、12。おい、昼過ぎれば。時間も経つんで全然普通に動けちゃいます。ということで、とりあえずおかず出すか。よし。出汁買って出汁持ってくの忘れちったな。冷蔵庫の中置きちったな。出汁がまだあと2杯分、2、3杯分残ってた。よかった。出汁持ってくの忘れちゃったよ。出汁入れて、まず出汁あと2杯分出汁はあるんで、なんとか全部で3杯は必要なんで、ということで晩飯の、今日晩飯はどうしようかな。赤松かな。晩飯は寝たけど、まだ全然寝れる。疲れが全然、やっぱ風呂入んないと完璧に疲れが取り切れない。寝れられる。飯食って落ち着いたら風呂入ります。よいしょ。
面がやっぱないと分かんない。前はアプリつないで撮ってる画像が見れたんだけど、もうスリープラストレスマスは。いただきます。古すぎちゃってアプリがもう接続できないんで、四季のカットネギ刻んできました。はい、いただきます。そろそろ90分になります。はい、吉野家の大盛りご飯です。吉野家の大盛りご飯。こいつはサーバちゃん。これはキムチちゃん。キムチです。はい、ということで、まずキムチからいただきます。悪い時は体が正直に晴れてます。
俺は病院には行きません。ほとんど病院行かない。ただなんかちょっと体が変だなと思うときは病気になってから治す西洋医学よりも病気になる前に病気にならないようにする東洋医学の方が俺は好きです。だから自分は東洋医学を東洋人だしね、アジア人だし、西洋医学も何かしら必要なところもあるのかもしれないけど、俺は西洋医学よりもやっぱり東洋医学、病気にならない、まあ、病気にならない方を選びます。病気になってからどうにかしようとする、そういうことはなんかやっぱ後ろ向きの感じになっちゃうね。東洋医学はほとんど、まあ、西洋医学はね、ほとんど今の時代病院も西洋医学東洋医学を取り入れてるところはほとんど病院ではないです。ヨシリンとかは東洋医学だけどもう取り入れてるけど、これはもう基本的にはもう病院になんか病院に通うってことをし、怪我とかはあるけど病気で病院に通うっていうのは何週間も何週間も何年とか何ヶ月そういうことしたことありません。一回病気にならないようにその時その時自分の体で実験して、自分の体を使って実験して、そのその食生活はどうなのか、大丈夫なのか、その時その時の自分の健康、これが健康かなってものを取り入れて自分の体を使って俺は研究します。あ、納豆もかき混ぜないで、久しぶりにちょっとかき混ぜないでってなんかコメント言ってたけど、かき混ぜちゃった。かき混ぜた時のネバネバもたまんないんでね、昔はそうでもなかったんだけど、はい、まあ、こっちの方が俺は好きなんで混ぜてない動画が見たかったら昔のちょっと動画見てもらうと、昔はほとんどかき混ぜてないんで、はい、こんな感じで納豆ご飯、今日も朝納豆いただきます。やってこねえかな。
毎週週休2日って楽なんだろうなって感じます。5日間働いても休み来ちゃうんだもんな。もうなんか6日7日働かないと次の休みやってこないし、しかも連休じゃないしな。休みなだけで別に家帰って体を休めるとかじゃなくて、自分の仕事がもうこんだけトラック出っ張らん溜まっちゃうんで、もうそれを自分の仕事を本当に片付けるのでも精一杯です。毎週休んではないんですからね。まともに休む、疲れたーでグタって寝れるって月に1回あるかないか、家でそんなぐらい、そんなぐらい休めないです。やっぱり、これから用意して風呂。